はい、ラブリー山田です。せーの、いいね、 I love me。 まあちょっとそこまでテンションは今日は上がらないと。実は大事な方が突然交通事故で亡くなりました。実はラブリーは板橋倫理法人会に入ってるんですけども、板橋の会長を以前やっていた方で、今はこう相談役っていう形で、みんなのことを見守ってくれてるっていうか、率先して新人と同様に、チラシ配りであったり、今だったらこうコロナ対策でこうガードみたいなの置いてんですよね。隣の人とね、柵みたいなの置いたり、とてもこう人に学びを教える方で、僕もなんかたくさんこうその相談役からいただいた気づきをなんかね、こう紙あるじゃないですか、紙をこうパウチっていうの、真空にして濡れないみたいな、でトイレに飾って、朝起きは大事だよみたいな、早く起きたら全部順調にいくよっていうのを、本当にそういうのをたくさんいただきました。で実際にラブリートイレに貼ってますし、で毎週土曜日に週に1回必ず会えると、相談役に会える、その姿を見て、いつも応援してくれてるなーって、いつも率先して動いてるなーって、僕もこういう人になりたいなーって、思ってました。毎週週に1回土曜日、当たり前に会える、必ず土曜日に会える、そんな風に思ってました。本当にこう必ずこう意味があると思っていて、こう亡くなった、交通事故で亡くなった、寂しいですよもちろん、本当にご冥福をお祈りしてます相談役に。そうなんですけども、ラブリーもこう日々思ってるわけ、日々、隣に奥さんがいることが当たり前じゃないよ、隣に葵くんがいることが当たり前じゃないよって、お父さんお母さんがね元気でいる、実家で元気でいるって当たり前じゃないよって、日々を感謝しているんですけど、本当にまだまだ甘いなと、ラブリー、本当にもっと感謝する、当たり前なんてことはないからね、本当にその朝起きてみんな生きてる、まず自分が生きてるしね、自分が生きてないと朝起きたてそれすら感じられないみたいな、生きてるから感じられる、そのことに感謝する、家族に感謝する、親族に感謝する、会社があることに感謝するって、そうね、今直感で言葉が降ってきた言葉があるんですけど、真剣に生きるっていうことなのかな、真剣に瞬間瞬間
バカでもいいんですけど、バカも真剣にやってみればいいでしょう、感じる、何かを感じるっていうのも真剣にやってみるといいでしょう、奥さんがいること、葵くんがいること、真剣にありがたいなって、お父さんお母さん、産んでくれてありがとうみたいな、健康でいてくれてありがとう、真剣にもっと心の底から感じることが改めて、思い実行していきます。真剣に真剣に、本当当たり前じゃないよって、すごいんだよって、目の前に大事な人がいるって本当にすごいんだよって思いました。すごい悲しいですですけども、相談役は僕の胸の中にいます。いつでも会えます。僕も、目指す、目指すでいいのかな、そういう人になりたいな、近づいていきます。素晴らしい人材になっていきます。終わります。いいね、 I love me です、愛してますよ、終わります。